どうも、お疲れ様でございます。気になる男の143話は、力量について少しね、語っていきたいと思います。シートは、このタイトルを合わせて、たった4枚ですけども、きっとですね、力量に応じて、深掘りできることが、まあ、それぞれ変わってくるんではなかろうかと思います。よろしくお願いします。さあ、2枚目ですよ。他人が邪魔に思えるのはなぜかっていうところ、これは前回の142話のタカさんからのキーワードを、ちょっと掘り起こしてるんですけども、 他人が邪魔に思えるのは何ででしょうかちょっと考えてみてもらっていいですかね他人の存在ってのは自分が邪魔に思えるぐらいそんなに大きいものなんでしょうかはあこんな感じですよ自分の力量がその他者に比べて小さいからその他人を邪魔に思えるんではなかろうかという風うにポイントを置いておけばちょっとした思考が広がってくるんではなかろうかと思いますそうなんですよあの アリ、アリって言いますよね。無資産のアリですけども、アリが足元にいたからって言って、それ邪魔だと思いますかね。で、まあ、人間が目の前にいた時に、その人を邪魔と思うのか、自分の助けになると思うのか、それともどっちでもないと思えるのかって、これ全て相対関係にあるっていうところなんですよ。主に邪魔に思えるってことっていうのはどういうことかっていうと、自分に対抗勢力になるから邪魔だというふうな感じ。自分の行動と、自分の思考。これと、 全然別の方向を見てるとそれは邪魔だというふうに感じることがあるかもしれません。でも自分の行動や自分の思考を応援してくれる人だったらどうでしょうか邪魔ではなくて励ましとかね癒しとか応援になるというふうに感じれるんじゃないかなと思うんですよ。で、これもですね、自分の力量次第で目の前にいる人が邪魔っていうふうに思えるのは邪魔なとこしか見えていないってことでもありますし他人の力が自分の力に応じて大きいと感じるからもしくは匹敵すると思うから 邪魔だという概念になるんですよねアリさんが目の前に一匹立ちはだかっても邪魔だと思わないでしょだからその他人の意識や行動がアリさんレベルのものだったら多分邪魔っていうふうに思いもしないもっと言ったら存在に気づかないぐらいどうでもいいことっていうふうに思えるかもしれないですよねはい他人に邪魔されるねえこれはどういうことか自分自らの力量が十分ならば他人の存在や思考ごときで 自分自身の行動や思考は邪魔されないっていうことになると思います。ですんでね、えこの気になる男シリーズでも家族の問題取り上げたでしょ家族は生産をせずに消費ばっかりしてると。なんだよこいつらって人の邪魔ばっかりしやがって。こっちはね、仕事をしたいのにお前らの生活費稼ぐためにやってるのに、なんで遊ぼうだとかね、なんかちょっとは手伝えないのとか家でゴロゴロしてとかね、また YouTube で遊んでんじゃないのっていうふうに考えてんだよ。 っっっててていいうふうに思うってここととは自分の力量が少ないってことなんですよやっぱり月収100万ぐらい超えると自分のお金をどうぞ使ってくださいって感じになりますよねうんだからどんな無駄遣いしてもそれが無駄遣いと思えなくなるんですよちょっとね面白いエピソードがありましたえー、昨日ですねあの家族でゲームセンターに行ったんですよゲームセンターって言っても最近はね私の通ってた頃のインベーダーゲームの時代とは違ってすごくおしゃれで子供たち家族連れが気軽に立ち寄れる場所になって空間も広いですしね で人もあんんまり来ないんですよでそこでねあのうちの息子大和くんは3歳になってあの乗り物に乗りたがいって言ってねあのバスの乗り物に乗り込んでいってでハンドルをガチャガチャやってたんですよそこで私はお金を両替して100円玉をボンボン掘り込んであげたんですよねそしたらあのこう機械が動,かし動き出すわけなんですよねで大和くんは急に動き出したもんだから怖くて降りちゃったんですよで動きがしばらくしたら止まりますよね100円の効力が切れて。 そしたらまた登ってきて、ハンドルガチャガチャやるんですよね。そしたらまた私はね、100円玉を入れてあげるんですよ。うん。そしたらまた降りちゃうんですよね。それを繰り返していくと、今度は、あの、ヤマト君が乗り物から降りて、機械が止まったら、私のズボンのポケットに手を伸ばしてきて、コイン、コインって言い出すんですよ。で、コインを1枚出して、渡してあげると、もう自分で覚えてるんですよね。コインを入れるところに100円玉をチャリンと入れて、で、動き出すんですよ。で、動き出したらやっぱり怖いから降りちゃうんですよね。 でそういうふうなことを奥さんが見ていて「まあ、もったいないよ無駄遣いだよ」って言うんですよねうん無駄遣いかそうだな無駄遣いかもしれないけどもでもそれを無駄遣いと思うのか子どもの経験のために100円という費用を惜しまないというふうなね人材育成なのかっていうふうに捉えることによって私は全然無駄だと思わないんですよじゃあ無駄だって言うんだったらここまで来るね交通費ね、まあ、私の場合は大きめの車に乗って移動してますんでガソリン代だってやっぱりで往復で1000円ぐらいかかるわけですよ あとは途中で奥さんが食べたいって言ったものとか飲みたいって言ったらおやつとかねもう、まあ、それも無駄じゃないかなと思うわけですよねうんだからそう考えていくと、えー、あの自分に興味がないことにお金を使うものに関しましては無駄だっていうふうな概念が成り立つんですけどもでも自分の力量を増し加えていったらいやこういう経験があるから人よりも早く物事を覚えたりするんじゃないのっていうふうに捉えればこれ絶大な投資になるんですよじゃあですね そのゲームセンターで私が遊んでる時ちょうどお昼過ぎだったんですけども他の家族はどういう風な行動をしてるのかってことを紹介しましょう必ずしも私は自分の家族がすごいだろうって言ってるわけではないんですけども一つの現象として聞いていただきたいんですけども、まあ、他のご家族さんは子供がまだ遊びたい時にもう帰るよとか言ってお父さんが子供を抱っこしてねでお母さんももう帰りましょうよってお腹も空いたしみたいなこと言ってるんですよねで子供はもっともっと遊びたいのに ひょいと抱えられてもう泣きながらね退場していくっていう姿があるんですよ確かに皆さんいろんな予定があるでしょうしお腹が空けばねご飯も食べたいでしょうでも子供を塾に置いた場合って子供って面白いゲームセンターにいたらずっと痛いんですよヘトヘトになるまでそれこそお腹が空いてもうゲームよりも食べることが大事だよねって思うまで痛いんですよでも家族は自分のお腹が空いてるから自分が早く帰りたいから自分はゲームとか子供の遊びに興味がないからってことで早くそこから退場したがるんですよね でこれどうですかね子供のためになってるんですかね親の都合なんじゃないですかねもちろん親の都合に子供を合わせる合わせてもらうっていうのは、まあ、必要なことだと思いますけどもでも私たちもちょっと幼い頃ねもっともっと遊びたいのに帰るよって言われてもっと遊びたいのにっていうふうにダダをこねた経験ないですかねダダをこねるって行動はもうすでに親と子供の進む道が乖離してるってことなんですよそれしつけでもなんでもないですよねシンプルに考えて親の都合とかね親の事情とか親の金がないから 無駄遣いいだっていう風なな概念なわけでしょでも子供に使うお金ってどんな金額だって無駄にはならないと思えないと子供なんて育てられないですよねそこに来てね100円200円が惜しいっていう感覚ってのはまあ普通だよねと思うんだけどもあでも俺は普通じゃないよねと例えば今財布の中にあるね数万円が全部子供のために使われても全く惜しいと思わないんですようんだからねうんお金を軽んじてるわけじゃないんだけどもでも自分の子供に使うお金ってこれから爆弾かかるわけ1億円ぐらいかかるわけですよね その1億円の中の今日の100円玉1枚2枚ってどのぐらいの,その無駄のレベルなのかなと思うわけなんですよねで、えー、改めてシートの方に戻りますけども自分の力量が十分だったら他人の存在や思考ごときで自分自身の行動や思考は邪魔されないってあここに返ってくるなと私は思いましたねはいで力量の試し方そして鍛え方についてもお話していこうかと思いますけども先ほどのエピソードどうだったでしょうかうん存在にいう ことになっちゃいますけども私は力量が、まあ、そこそこ整っているんであの他の人の考えとかにあんまり左右されないんですよねで自分がやった結果自分の思った通りの結果が導き出せることが多いんでますます自分の考えとか思考に、うん、自信と責任を持つようになりますでも自分に自信がなかったら他の人の意見にほだされてその人の意見を採用しちゃうんですよでその人が自分よりも優れた力量を持ってればいいですよ でも大体そんなことなくってそれを採用した自分だけがね割り送ったり責められたりするわけなんですよ。うんそういうことってないですかねはい力論の試し方そしてプラス鍛え方なんですけども他人の意見と自分の意見が食い違った時それは訪れますさあどんなことでしょうかダーン俺の方が正しいのだから異なる意見など必要ない私の考えの根底にあるのはこれです、ね いつも私は自分の人生を生きるためには自分の意見が一番正しいと思うんですよ。もっと言ったら自分の意見が正しくなるように日々、えー、頭脳を精査してるんですよね。だからぼーっとしてる瞬間で全くないんですよ。うんだから少なくとも思考をフル活動させて、すべての資金、時間、お金、人っていうものを自分で選んでる、まあそういった側からするとね、ただ与えられたものの中から選んでいる人と比べると、段違いに その思考の責任と思考の正しさこれは優れてるんではないかなっていうふうにまあ公平に思うんですよねうんこれ偏りなく思うんじゃなくて自分かわいそうと思うんじゃなくてどう考えてもそうだよねって今までのその行動の結果を見ても思考の結果を見ても結局はなんか自分が言ったことやったことうんやることなすことまあ正しかったよなと求める結果に来てるし欲望のまんまに手に入れてるしなだからこれを うん、なんか、差し置いてまで、他者の意見を組み入れるべきかな、特に家族の意見を取り入れるべきかなと思うと、サービスで譲ることはありますけども、根底では、あの、まあ、そうはならないだろうけどね、っていう形で、うん、なんか、周りの人にね、意見を優先することはありますよね。だここはね、自分を存在にしてるわけではないんですよ、うん。残念ながら、その力量ってものはみんな違うんですけども、のこの分野については、 自分が引っ張っていった方がみんながね豊かで幸せ楽になれるなってものがもう答えが見えるわけですから、うん、例えて言うと歩いて東京に行くのかね広島から新幹線で行くのかっていう風なところなんですよで何か分かんないけど歩いて行こうよもうチケットを買う手間が惜しいからとかねいちいちなんかインターネットであの予約しないといけないじゃないってそんなことしてる間に1歩でも2歩でも早く出た方がいいよって言われてるようなもんなんですよ 全体を見てると、いや、確かに予約をしたりとかね、チケットを取ったりとか、場合によっては県を駅まで買いに行ったりとか、手間かかるけども、トータルで考えたら、こっちの方が絶対いいでしょと、歩いて行って一体ね、何週間かかるんだって話なんですよね。でも、チケットを取ってしまえば、明日にでも着くよ、今日でも着くよみたいな話なんですよ。うん、でもその力量っていうのは、じゃあ自分の一歩先しか見えないのか、それとも、十歩先しか見えないのか、それとも、 あのもうね山を越えて向こう側の景色まで見えるのかっていうところにどのくらい違うわけなんですよだから控えめに言ってもいやどう考えても向こう側から見えている、うん、俺の景色の方が正確なんじゃないかなってアリさんがね目の前1 0メートルを見て果てしない旅だって言ってるのに関して同意はできないなといや 10m でしょってそれはどうってことないじゃろみたいな感じなんですよね でも俺が見てんのは1 0 0 0キロ先だよよ。ってことなんですよで、す1000キロを攻略する思考法を1 0メートル先しか見えてない人に解いてもしょうがないなと思うぐらい違うってことなんですよ。はい、これはね逆に言うとですね逆も見えるんですよあ。自分の考えてることなんて目の前の人に比べたら全然果てしないありさみたいなもんだなとだったらこの人に委ねてみようかなだからその辺では素直なんですよ優れた人に対しては。 優れた人に対して優れた意見、優れた頭脳を借りることにはもう、ものすごく柔軟で寛大なんですよね。でも、自分の力量を狭める人にまで寛大である必要はないかなと。もし寛大であるとしたら、それは、その人の機嫌を取るために、はい、どうぞというふうにやらしてあげるっていうぐらいのサービス精神なんですよ。で、結果、うまくいかなくなったらごめんねって言ったら、うん、じゃあ、今度はこうしてみようかっていうので、あっという間に正解にたどり着くっていうことかなと思うんですよ。うん、なんかね、あの、素直に言うと、こういう見解が、 自分の中に持てるかどううかっていうのは非常に大事なんですよ、ね、で、自分に自信がないと結局人の意見を優先しちゃうんですよ。人の意見の方がつまり自分が責任を取らなくていいからなんですよね。うんまあ、だからねこの辺をね力量をねどんどん鍛えていかないと力量が試せないってことになっちゃいますんで根底にある考え方としてはもう一回赤字で書いてるのを読みますよ。 俺の方が正しいんだから異なる意見必要ないだろうということが根底にあってまあでも目の前の人の機嫌を取るために意見を取り入れてみようかなっていうところはあるんですよねまあこれはねマーケットを広げていくとビジネスの世界とかそれから社会活動になってくると違ってくるんですよ自分は黙っていてで多くの人がやっていくのを観察するそしてうんなんかね行動と思考が尽きた時に 控えめにいすいません。いろいろ見ていて気がついたんだけど、これはどうですかねみたいな感じで、下から入っていくんですよね。そうすると、なんだ、そんな方法があるんだったら、最初から言ってくれればいい。っていう風に言われることもありますけども、そうじゃないんです。いや、俺も皆さんがいろいろやってるのを見て気づいたんですよ。っていう風にね。結局皆さんを立てるということで、自分が結局最終的な主導権を握るってことの繰り返し。これが力道という風に感じてますね。次のシートが最後です。はい。そして力道っていうのはね、 今の話とちょっと変わりますけども欲望の質量でで測れるんではなかかろうかとも考えてます。つまり力量がしっかりと保てているとその欲望をね、えー、もう手に入れることができるんですよでどのぐらいの力量があるかってことはどのぐらい先まで見えているか希望しているかっていうその欲望の量とか質に変わってくるんですよね だから、ね、スケールの大きい人ってやっぱり力量が大きくてちょっとやそっとのことは傷つかないしちょっとやそっとのことで立ち止まらないんですよねやっぱ甲子園を目指す人がねうんそうですね突き指で <laughs> もうね断念しますかってことなんですよ場合によっては甲子園を目指してるぐらいのね高校球児、えー、そ野球少年っていうのはもう交通事故に遭ってもね来年のインターハイには出たいんですとかねそんな感じになっちゃうかもしれないですよねそのぐらいの気力を持っているってことなんですよ 現実的には不可能であっても、記録を最後まで失わないってことなんですよね。体が動かなくても、魂で動くみたいな感じじゃないですか。はい。で、最後のシートなんですけども、こういう風に分解していきましょう。はい。まずね、具体的な物欲ありますかってことなんですよ。あれこれ欲しいと思ってくださいと。具体的にね。あれこれ欲しいと。そして、その、あれこれ欲しいと思える質と量が、力量の一つのね、バロメーターになります。プラス、それが手に入れられたら、 質と量が実際にあったんだねってことになりますよね。だから改めて新しい欲望にまたね、手を伸ばすことができるってことです。まあ、私たちはパソコン使って作業してますけども、もっと高スペックなやつを何台か欲しいと思えるようになったら、それは欲望の力量が上がったってことだと思いますし、実際に複数のパソコンとか、それから機能の高いね、パソコンとかを手に入れた時に、それがあの扱いこなせて、もっとクオリティの高いものとか、もっと売り上げの高いものが現実化できたら、それは力量がさらに上回ったなってことなんで、 じゅまあ着実にですね、まあ、マッシュアップしてるってことが考えられると確認できるってことになりますさあ具体的な物欲あれこれ欲しいと思えてますかということですよね次概念的な欲求ですこれはですね自分の考え方や自分の落ち度をちゃんと受け取ってくれる人がどのぐらいいるかってことなんですよいなくても構わないんですけどもでも自分が他者に影響を及ぼすぐらいの力量を持っていれば必ず自分に従う軍団ができます まあそれれがある人と言ってみたら、家族かもしれませんよね。もうほとんど100%自分に従ってくれる軍団そうすると自分のパフォーマンスも上がるんで結局結果的に自分の軍団を豊かにすることができるんですよでもこの「気になる男」シリーズでもあのお話ししましたけども家族が邪魔になる程度の力量しかなければ結局自分のパフォーマンスが落ちて家族にもっともっと不満を押し付けることになっちゃうんですよねで結果家族の崩壊が始まるっていうふうなことをお話ししたと思います はい、それからね排除実現欲求ですこれはね物事を捨てることができますかってことなんですよ排除することって多分ね苦手な人が多いんじゃないですか一度手に入れたものがいつか役に立つかもみたいに思っちゃったりとかねいやいいんですよ役に立たなくったってずーっとあの倉庫の中に入れておくガラクタになってもいいんですよでもそれを持ち続けることと捨てることってのはまた別の力がいります持ち続けることってのは実はねあまり力いらないんですよほっときゃいいんででも捨てることにはかなりのハードルがありますよね 捨ててたらら二度と戻ってこないわけですからそこに対してちゃんと意識が避けるか行動ができるかってことになりますけども実際に多分ねあまあ私の例をもってしたらまた不損になりますけども家族ってものを作ろうと思った時にお付き合いしていた女性と別れるつまり捨てるって選択をしたわけですよねでもそれにはエネルギーがいるわけですよで別れる理由がいったりとかするわけですからで別れた後もやっぱ顔を合わせることってあるわけですよねその時にどうするかってことになってきますしねだから 納得はさせられないまでもこの人といてもしょうがないなこの人を追っかけてももうしょうがないんだなっていうふうに目を覚まさせてあげるようなダイレクトなインパクトを与えていかないといけないっていうところも人間関係にありますしそれから物質ですよね物質に対してもなかなか捨てられないものってあると思うんですよでもそれを捨てることによって捨てる能力が手に入るつまり力量がまたプラスアルファされるってことになると思いますまたですね逆説的ですけども力量が上がるような捨て方をしないといけないってこともありますよね 難しい話になっちゃってすいません。じゃあもうちょっとで終わりますんでお付き合いください。はい。じゃあ意地を張るってことを言いましたけども、意地を張るってどういうことかと,いうとまさに意地なんですよ。ね。ピシンとロープを張って自分の足場を維持すること、踏みとどまる精神力のことです。意地を張るっていうのは。だから意地が張れない人に高い精神力は持てないというふうに私は思いますね。意地張っていかないと。 たとえ途中でそれが、あ、しまった、間違えたかなと思っても、とりあえず意地を張って踏みとどまってみますよ。その上で、張った意地に対するね、それに応じた、きちんと責任も取らないといけないし、恥も書かないといけないんですよ。だから、意地と恥っていうのは一心同体ですから、恥を書くと恐れずに、大いに恥をね、あの、書く、覚悟をしながら意地を張ってみてはいかがでしょうかってことなんですよ。恥書きたくないから意地を張っちゃうっていうのはダメですよ。それは全く逆です。恥を書いてもいいんで意地を張るわけですよ。恥を書く力量ありますか 次を張る、ねこれね、見栄えなんですよ、見栄えっての。見栄えを向上させていきましょうってことです。だから見栄えってのは何かっていうと、目標看板ですよ。俺はこういうふうになるぜっていうふうに、見栄えを張って、自分よりもあの、手の届かないような力量をバーンと看板張るわけですよ。で、それを人に見えるようにね、自分の欲求とかをもう言うとかね、俺はこういうふうにするぜみたいなことを言ってしまう。つまり、見栄えを張るんですよ。そうすると、ほら吹き目って言われるかもしれませんけども、いや、 あのその見を張った時点では嘘ででですすよよホラもそれを現実化するために日々があるわけじゃないですか、うん、もしそれが現実化しなくても自分が「ほら吹き」ってだけで済むわけですよねでもその「ほら」すら吹けないような、まあ、そんなね力うにさあ一体どんなことが叶えられるのかなと月収100万いくぞっつってねそんな看板すら上げられない人に月収100万というのは果たして上がるんでしょうかと恥ずかしげもなく俺は」 あの億万長者ななるって言えますすかってことなんですよもう絶対40代のうちには隠居するからねもう絶対に食う、まあ、には困らせないからね不自由はさせないからねって家族に言えますかねってことなんですよねもう自分の命と引き換えにしても「うんまあ、お前たちのことは俺に任しとけ」ぐらいのことをね日々言えるかどうかなんですよ、まあ、つまりあのちょっと話戻りますけども「俺が正しいんだから他の意見なんで」 他の意見など必要ないんだっていうのは自分の身内に対しても言いますけども外部に対しても言えることなんですよ外部に対して戦うときにいや俺が正しいんだから他の考え必要ないとどけどけどけって感じですよねそうすると後ろからついてくる家族や自分軍団にとってどんなに頼もしいことでしょうかってことですそれがまあカリスマを作っていくってことなんじゃないかなっていうところですねじゃあ今回はそんな感じで終わりですねはいありがとうございましたお疲れ様でございました